はい、こんにちは、チッポコキラーでございます。今日もね、一発撮りということでね、アフレコ頑張っていこうと思います。本日もね、ジビエ料理作っていくんですけども、今日はね、なんとプルーンとね、しし肉を合わせていこうと思います。ジビエはね、フルーツと合わせると美味しいとかね、いう風に言われているんですけども、本当かどうかはね、ちょっとよくわかりません。でもね、プルーンと確実に合いましたので、今回ね、紹介していきたいと思います。はい、ということで、材料紹介していきます。はい、ということでね、材料紹介していきます。こちら、しし肉、プルーン、シナモン、白ワインですね。なぜ2個あるかは後でね、後ほど説明していきます。それと生クリームと小麦粉、そして、塩コショウですね。はい、ということで次に作り方紹介していきます。まずはじめにね、プルーンですね。プルーンはね、今回10粒使うんですけども、その半分、5個ですね。5個をみじん切りにしまして、だいたいね 0.5 センチ角ぐらいですかね、みじん切りしまして、そこにね、シナモン小さじ1と、白ワインね大さじ2加えまして、しっかりとね混ぜ合わせて、プルーンにねシナモン、じゃあプルーンとシナモンにですね、水分ねしっかりと含ませておいてください。はい、次にね、しし肉でございます。今回しし肉 300g 使っていきます。今のね時期ね、しし肉結構ね油乗ってるんですけども、今回のね料理ね結構クリーミーなので、油が多すぎるとねちょっときついかなーっていったところで、油のね少ない部位、新玉とかね金玉とか、がねいいかなーって。これね別にふざけてるわけじゃなくて、僕この間ね金玉食べたんですけども、なんだろうね、このレバーとねハツの間みたいなね食感でね、気持ち悪かったです。ということで、これ何の話してたっけというところで、しし肉のね下ごしらえしてましたね。はい、ということで、しし肉はね今回厚みが均等ではないのでね、肉たたきとかね瓶とかでねえいえいえいっ ってね厚みね均等にしておいてください。でね、この間このままね、ポルトガルステーキの時焼いたんですけども、結局ねなんか縮んじゃって厚みバラバラになってね、もう意味ないやん、叩いた意味ないやんってなっちゃったんで、今回はねその反省を生かしまして、さらにですね筋を、チョキチョキチョキとね包丁でねカット入れていきます。でね、塩コショウでね、軽く味下味つけまして、表面にね、小麦粉をねまぶして、これはねもう薄くでいいので、余分な粉はねパンパンパンとね、落としてあげてください。はい、ということでね、ここまでいったらねもうおめでとうございます。あと焼くだけでございます。ということでね、今回フライパンで焼いていきますよ。フライパンにねバター入れまして、これねまだ火つけてないですからね、バター入れたら、ここでマックスね強火で、熱していきます。で、バターがね少し色づいてきて、やばい、香りやばいよ、もう飲み干したいよってなったところでね、しし肉ね入れていきます。表面にねしっかりと焼き色をつけてあげますね。はい、もうこの音やばいですね。もうやばい、すごくいい、この音をね皆さんに伝えたい、 ASMR かな、やってあげたいなって思うんですけども、無理ですよね、僕のマイクねめちゃくちゃ音割れやばいんで無理ですね。ということで、そんな感じの話をしている間にね、いい色焼き色ついてますね、いい色焼き色ついてるよ先輩って言ったところでね、お次に火をね中火に変えてあげますね。そして、つけておいたねプルーン、ここで加えていきます。でね、この今からねちょっと炒めていくんですけども、このプルーンのね、をちょっと炒めていくんですけども、意味ないかなって思うんですけども、この料理っていうのはねこのちょっと炒めるっていうのがね大事なので、めんどくさがらずにね少し炒めてあげてください。ということでね、炒めまして、お次にね白ワインで、加えていきます。白ワイン加えていきますね。アルコールがねそして飛ぶまでね、ちょっとね煮詰めてあげますね。だいたい3分ぐらいですかね。はい、でね、キラちょっとめんどくさがり屋なので、3分待ってられないよってところでね、ガスバーナーでちょっとフランベしようとしてるんですけどもね、うまくできませんでしたね。はい。
ということでアルコールがね飛びましたので、そこにね生クリーム次 100cc ですねと、残りのねカットしない分のプルーンと、お水もね 100cc ぐらいですかね、加えていきます。でお水はね、後でお肉のね火の通り具合とかソースのね濃度見ながら、足したりね足さなかったりといったところでね、まあやりますのでとりあえずね 100cc だけで大丈夫でございます。後でね、まあ煮詰まりそうだもう焦げてしまいそうだったらね水足してあげてください。はい、お肉にね火が通るまで片面5分ずつぐらいですかね加熱していきます。はい、ということでねこれお決まりのやつですね。これなんて言うんでしたっけ、アロゼって言うんでしたっけ、このスープでねソース、スープじゃないスプーンでね、ソースんなんだ、スプーンでソースこうね上からかけるやつ、これねもうやったらね、もう最高のね火の通り具合になっちゃいますからねぜひやってください。はい、ということで10分経ちました。最後にね塩とね胡椒でね味整えたらねこちら完成でございます。お待たせいたしました、ありがとうございます。一丁上がりです。